ファッションショーにゲスト出演できるだけでもびっくりなのに、こんな大きいステージに立てるなんてすごく嬉しかったよ。俺、買い物に行っても赤いものをついてに取っちゃうから、モノトーンの衣装ってなんだか新鮮。最近は空き時間に体を鍛えてるよ。ファッション系の仕事の時も服が映えると思うし、男らしい体型って憧れちゃうよね。みんなは俺のどこが好きなのかな？事務所のみんなには笑顔をよく褒められる。笑顔でいれば辛いことがあっても自然と前向きになれる気がするんだ。俺の笑顔でみんなのことも元気にしてあげられたらいいな。